ご覧に調和しますれは、真アバスレ番外。これの主役を演じるますれは、私、ゆりとおるにござります。そばに控えおりますれは、高倉健ちゃん、よくこの面で、今まで主役は務まったもんだと、私は本当びっくりしてんでござんす。どうんでそこのホイトカグラ、どうぞ、今後は、私にご声援あらんことをお願いいたします。 さて、後に仕返しは雑魚ばかり。何を言うとるのやろおっさん。台本通りセリフをちゃんと言えよ。おい、何じゃこれ。言い訳。何しとる。貴様ら何をされとる。産業の時間だ。早く出ろ。担当さん、すみませんけど医者呼んでもらえませんか。薬さんの病気はだいぶ悪いんですよ。病気？ええ。ふん。 早く死んだら楽になれるぞ。なんだこの野郎。かっちゃん、やめて。何この野郎。六本木の親父を知らねえかい。おやしよ、ぶたれるわよ。てめえ、でけえ図体しやがって、それでも男かよ、なろ。そんなこと言うたって怖いもん。せいのさ、みんな、みんな、やめてくれ。わしは大丈夫なんだから。この通り大丈夫なんだからさ。 おい、とっつぁん、とぼけてねえで立てよ。ちょっと待てこの野郎。てめえ懲役犬来ると間違えてんじゃねえかこの野郎。勝負したから来い。この野郎。よし、この野郎。おいし、ちょっと待て。 おい、デブ、悪いけお前いつもやられとんやろ。意見お前、勝ち上げたれ。何しとんねん。 だよ。お前どうでもいいけどね、物食べるときはよく噛んで食べろ。食い物がまずいからね。これまあこれ、おい、なんだかビロしんびれてきたよ。<笑>お父さん。<笑>所長、我々はもうこれ以上責任持てません。いずれ大事故が起こるに決まってますよ。法務省からの知らせで、今度四国の谷川刑務所で校外泊まり込み作業所を設置することになったから、この網走から初犯で刑期があと1年ぐらいの囚人を2名移送しろというんだ。末広を谷川の方へ送るか。末広のためにも
その方がいいかもしれませんな。え？は。水が変わればなんとやらだ。いいとこだろう。何かやとる。どうせろくなとこへ連れてけせんのだろう。お前どこじゃ。俺は名古屋でよ、銀行に勤めとったんだが、おめ酒の上で支店長ぶん殴っちまってえらい傷つけちまってよ。あんたはおいか、お前はこれや、初めて入った一発目の家で会うって、ついとらんわい。なな、ついとらんのはして、ここらでな火ばつけちの。喜んでみとったらたちまち御用じゃ。あおらほうかや。おら暑いしたね。何しろよ、上のステーションでよ、家でのセニョリータこまして紐になったんだよ。ああ、セニョリータこましてええかっこしいか。ああ、ところがお前そのスケがお前引っ張り込んでやろうに、いきなりパクられた。それがでかいやったんかい。そう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 、どんどんだ。ああ、こいつもアホや。ご破産で願いましたが赤字だなおい。お前らい、お前らいかい。うるせえな、ギャー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 言いやがってこの野郎。ありがとう、我が気引いてまうぞ。あばしりです。あばしり、あばしりがどないして。ええ、そうじゃい、大きな面してやがって言ってまうぞ。やかましいこの野郎、頭冷やせ、正直頭冷やせこの野郎。てめえやめろ、やめろ、やめんか。いいか、暴れたら本館に死亡するぞ。やらせ。お前いつまでそんなもん大事にしてんだよ。この暑い四国で浜中咲くわけねえじゃねえか、この野郎。大学出てんだろ、大学。でも、なんとか咲くような気がして。そんなのお前、接近って言うんだよ。なんとかって言うだろうよ、英語でよ。ああ、センチメンタル。そうじゃねえか。そんなガン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 火当ててみろ、お前。いっぺんに絞りちもこっち来い、こっち。どうもありがとう。おう。Let's go!
も成績優秀なんですかね。まったく先が思いやられるな。自衛隊と同じやこら。アメコーの代わりにベトナムに連れてくってのか。おいこら、あの音楽ね、パソコンでやってるぞよ。やあみんな、遠いところご苦労さん。さあ、じゃあ中へ入ってもらおうか。よしみんな、整列するんだ。これから前田所長と田島社長のご挨拶がある。諸君、今日から諸君にここで働いてもらうことになった。まず最初に言っておきたいのは、ここには塀がないということだ。もちろん諸君の部屋には鍵もなければ鉄格子もない。つまりここは格子なき牢獄である。おい、その格子がなかったら一度も逃げられて、明日にでもつらかりで。こちらにおられる当田島ドック社長の田島信夫氏である。田島さんは第二次世界大戦中、シベリアで捕虜生活を送られた。塀の中に閉じ込められた収容生活、この体験から田島さんは諸君たちが今後の社会復帰の足がかりとしての法制保護および共生活動に役立ちたい、そうおっしゃられて、再三私に相談を持ちかけられた。その並々ならぬ熱意に私も同意し、法務省の許可を得た次第である。そこで諸君は、どうもご苦労さんです。どうも、エリア協力して、そんなに面白いか、おい。あ、へこましとんじゃい。この工員さんたちと一緒に作業するわけだが、今日においてもなお、世間の非難は一通りや二通りではない。言うなれば、諸君を打滑のように恐れてさえいるのだ。それだけに諸君は真面目に。打滑ってなんだい。我々は俺か。ああ、教養がねえな、お前は。抱かすってのは女だけど、女を抱かすって言っとんの。女、セニョリタ抱かす。そうされることになる。嫌だ。私は、そういうことがないことを期待してやまない。田島さん。信頼するやて。あんたらバカですな。はい、やね。いや、皆さんよく来てくれました。なかなか元気があって結構です。今日からこの私を皆さんの親父、お父さん、お父さんちょっと年上の友達ぐらいに思って付き合ってほしい。何でも気軽に相談してほしい。それでは、近づきの印に握手してください。おい、ポンポン。よろしくお願いします。よろしくてって握り返しとるやん。お、政治のいい野郎だな。なあ、おい。素直でねえな、あいつは。父さん、頑張れ。金よこせ。これが室内。こっちが作業着だ。めいめいに支給する。川地。岩間。はい、や。末広。はい。竹下。はい。宮田。どうせこれが下手る前に人間がガタガタになるほど使うちねえやろ。なんだよこれ、ガソリン屋のガキの切るもんじゃねえか。お前もう俺っち室内長室内に着替えたら寮内を案内する。佐藤、武田、やら森、上田、ここが売店だ。おお、パンがあるぜ。みんな金券で買えんだぞ。おい、酒どころ売ったら酒は。バカ野郎、ここはな、腰が乗っても刑務所は刑務所じゃ。ここは食堂だ。みんな飯は
自由におかわりしていいんだぞ。なな、森水じゃなくてか。おい、何杯おかわりしてもいいぞじゃ。こいつ、ほんまにダボはずやな。それがタヌキの手やないか。の当たり前じゃないか、ね、タヌキうどんを食わして。さあ、次へ移動するぞ。おい、あのよ、このあんたでね、あんた、これこのもしょってきたけど、ちょっと一読しよう、ペラッとな。うん、これ、翔くんの字だな。翔貸してみ。諸君、本字が多いな。やかましい。諸君、なんだ、壊れたレコード見て前進まんの。何言ってんだ、のどが言ってんだ。おい、大学。はい。ちょっと声出して読め。はい。諸君、偽善者田島に騙されるな。田島は諸君を利用し、売名と儲けを企む悪党だ。偽善者って、なんですか。それはあれじゃねえか。あれってなんですか。ペテン師ですよ。そりゃそうだよ。こんならもうちょっと本読め。ベラベラ喋ってねえで、てめえ。もうちょっとしっかりせなあかんぞ。あ、わしの言うた通りやったな。次、五号室。末広。はい。竹下。はい。青山。いや、こら合成じゃん。いるもたねえか。なんだこれ、アメリカの刑務所の真似じゃねえか。いや、まあ。無事もいたのまで出ることを考えたら天国じゃ。いや、これだったら永住してもええの。え、無所か、シャバか、シャバか、無所かっていうとこじゃ。ああ、これは鎌ヶ崎のドヤリずっとよ、お前。これでも一人ずつセニョリータ与えてくれたら、お前、ノー文句だ。ああ、お前、ケッタイの夢見て漏らすなよ。ねえ、セニョリータのことだわ。なあ、おばりいた。あんた方のやってることは、正気の沙汰とは思えん。何遍も繰り返すようだが、この件に関しては私たちは、断固反対をし続けてきた。そうですよ。もしこれだけの受刑者に集団脱走でもされてみなさい、四国の全警官を集めてみてもどうすることもできるんですよ。そうですよ。警察署長がこう言って責任持てんよ。どんや、じゃあわしら町民は不安で夜もおちおち寝ることもできんが。まあとにかく町中みんなが反対しとるんじゃ。檻の中に入ってるけどもの野放しにするようなこげな馬鹿げたことは気違いだったじゃ。狂犬病の犬に噛まれたら手遅れなんですよ。そうですとも。まして女性が貞操を奪われたら誰が責任を取ってくれるんです。どうしてくれるんです。おらえてえな、おば蜘蛛の巣張ったような貞操をこっちで願い下げじゃ。みーに同じじゃ。まあ失礼な。おかしいんですか、社長さん。とにかくああいう連中は町の治安と平和のためにも直ちに兵の中に送り返していただきたい。お言葉ですが、このことについては法務省の許可を取ってあるんです。しかしですな、もし現実に事件が起きたら、この責任は一体誰がどうやってお取りになるつもりですか。責任は私が取ります。え、あんたが。しかしあんた一人が責任を取ったところで問題の解決にはならんでしょう。そうですよ、まあそんな。あら、皆さんのお気持ちはよくわかります。しかしこの受刑者たちも我々と同じ人間なんです。私はこの受刑者たちを自分の子供だと思っております。まあ保育園でやったことやったし。まあ、ね、しかしですね、もし仮にこの受刑者たちが皆さんの子供だとしたらどうしますか。どうかこの受刑者たちを皆さんの子供だと思ってやっていただけませんか。お願いします。ねえ、そんな親の血を引く兄弟よりも固い血輪の義兄弟。こんな小さな杯だけど何しゃんでもやろう。人が行く道でやってんのに。入浴時間は5時からだ。今何時だと思ってんだ。真面目にやれ、真面目に。何？
この野郎、てめえ班長になったからってでけえ面すんな、この野郎。怖い、この野郎。分散で。してとるんや、嬉しそうなやだろ、ほうかま。まっちり火ばつけんのと違うて、こっちの方が面白そうじゃ。なお、あ、どうです、すぐまち。遊びは違うよ。まるでケネディセンター来てるみたいだな、見たことないけどよ。いつまで歩かせんだろ、この。なんでしょうねやろ。上に乗っとったら気持ちいいだろうな。おみんな。この船、何トンぐらいあるか分かるか。分かったら何か起こすか。1万5000トンぐらいじゃないですか。おい、以前言ってるぞ。1万6000トンだ。おい、優勝だよ。あんなやろ、調子よすぎんの。あいつ言ってばか。お、おい、シャルデシャルデ締めだ。行こう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 。これ何の花？この辺じゃ見かけない花ね。ハマナスさ。へえ、ハマナス。北海道にいっぱい咲いてるんだ。じゃあこれ北海道から？うん。でも根がつくかどうか、北海道と四国じゃ風土が違うからな。みなちゃん、早く。うまく根がつくといいわね。うまく根がつくといいわね。よく来てくれたな。うん、しっかり気をつけて帰れよ。兄ちゃんも頑張ってね。ああ、ならカバン、ほれ。はい。じゃあ兄ちゃん、くれぐれも体大事にしてね。こんな立派なところにお世話になっとんだから、一生懸命頑張らなあかんよ。こんな何回も言わんでも分かってるよ。出生の鬼やきっと迎えに来るからね。ああ、ほんならお前も気をつけてきゃやれよ。うん、じゃあさようなら。ああ、バイバイ。さようなら。おい荒木、あれお前の怒りかい。とろくさいこと言うな、妹だけ。まったくごめんなさい。くれ、妹さん、あなたが名古屋から出てたのか。ああ、お前の妹にしてはできすぎとるやけ。おい荒木、俺に兄貴言わせてくれや。何？おい荒木、俺にも一口乗せんかい。バカ野郎、誰がお前なんかにやる。バカ野郎、痛い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 な。俺が幸せにいてやるわ。妹を口がなかったのだろ。あいつはな、ちゃんとしたところに嫁でやるんだ。あいつはお前、俺が出てくるの待っとってよ。兄弟二人で中華そば屋やろう、えれや金貯めてるっていうんや。かわいいとかあんなやつはな。おい、おめえにはもったいない妹さんだ。もうえれやもったいないやと思って。ほうだ、こいつにやってもいいな。
お前にタダでやるわ。決めた。え？タダで本当によかったな。あざ。君たちもか。どうしても辞めたいのか。そうです。あんな囚人に対して一緒に仕事をするなんてまっぴらです。私たちは辞めたくて辞めるんじゃありません。ああいう犯罪者は。まあ待ちなさい。君たちが辞めたいという理由はそれだけかな。あの囚人たちをもっと大きな目で見てやってくれんか。私たちよりもあの囚人たちの方が大事だとおっしゃるんですか。バカなことを言うんじゃない。君たちもあの囚人たちも私もみんな同じ人間じゃないか。もう一度考え直してみてくれんか。社長がそうおっしゃられるなら仕方がありません。私たちは辞めさせていただきます。行こう。前へ進め。社長、安西たち三人が辞めたのをご存知ですか。この調子で行員が減っていくと納期に間に合わない船が出てきます。うちの会社を吸収しようという山崎の狙いにまんまとはまってしまいます。そんなことはさせん。浜倉君、君に来てもらったのは不可でもない。折り入って頼みたいことがあってな。山崎さん、およその見当はついてますよ。私に田島ドックを潰せ。君にかかっちゃ身も蓋もなくなってしまう。あしはね、田島造船のような船大工に毛の生えたようなところと喧嘩しようってんじゃないんだ。ただね、囚人どもを飼いならしたりして協定値段よりはるかに安い値段で注文を落とされたんじゃ、この辺の造船会全体はあいつのために引っかき回されてるってことになる。わかるかね。造船会全体のためにほっとくわけにはいかんのだが、手ぬるいことじゃ墓がいかんのだよ。日頃お世話になってる社長のためだ。こういう時のために荒っぽいのを要件養ってますからな。火の格好がいいな、おい。もういいよ、もっとよ、おい。おい、みんなぼやっと見てないで消しに行ってやろうじゃないか。ほっとけ、ほっとけ。どうせ町のやつらわしら信用しとらへんねやないか。何も示せんのかな、お前。近く行ったら面白ねえんだ、この遠くで見とるでいいんだ、これはな。どうしててめえ根性悪いんだ、そう。困ってる時踊り止めじゃねえか。俺行くぞ、杉浦さん。あらかりゃ、おい、行け。おい、待て、お前たちどこ行くんだ。勝手なことは許さんぞ。ブズブズしてて町に申しちゃうぞ。末広の言う通りだよ。おい、ダメだダメだ。さあ、戻れ。おい、戻るんだ。指くわえて見てられるかよ。うせえ、お前たち勝手な行動してみろ。全員本館に送り返すぞ。何で悪いことに言うかわけで見たりしたらいいじゃないか。おい、何しとるんだ。社長、なぜこの野郎。どうしたんだ。末広が火事を消しに行こうと言うんです。この火事、とんでもない。土作戦に紛れて逃亡されたらどうなるんですか。てめえ、俺たちは信用できないのか。俺たちは帰ってくれ。いいんじゃねえか、帰ってくれ、この野郎。よし、許可しよう。え、許可。そう、こいつら頭から疑うてけつかる。あ、俺たちになってきた。おい、ガラガラ、ちょっと待ってね。おい、
おい、メラメラ燃えとるぞ、行けせんのきゃ。おい、お前またそそのかすね、お前。わかるわかる。おい、わかるな、お前。おい、ちょっと待てよ、どこ行くんだお前。帰ってねんねやないか。こっち行くんじゃねえか、この野郎。お前、かよ、行け。何をぼんやりしとるんだ。バカだバカだと思ったが見直したぜ。何言ってやんねこのバカ。みんな前詰めて消すんだ。よしよし、これ勝負だ。派手に似てるっちゃ。急げ急げ。新人、新人。半日も長日も使い、一日並べた一日、完成ひれひれ。しんちゃん、どこへ。子供は2階。よし、子供とここで。しんちゃん、いざ。しんちゃん、しんちゃん。田島さん、住んでのとこに大火事になっとこう、おかげさんでほんま助かりました。いやいやいや、礼を言われるのは私じゃありません、この作業員たちです。いや、実に表彰状もんですな。これはどうやら我々は取り越し苦労をしていたようですな。あなたには完全に兜を脱ぎます。どうも恐れ入ります。皆さんどうもご苦労様。ご苦労様。どうもありがとうございました。どうもおかげさまで。どうもご苦労様でした。感謝してます。ご苦労様。いや、綺麗な手してあるわな。ご苦労様。いや、姉さん今夜綺麗じゃのう。シワなんか全然見えんわ。いや、ご苦労様でした。いいじゃない。どうもご苦労様でした。社長。おぎおぎおぎ。末広ほか4名が見当たりません。何？よく確かめたのか。はい。これはひょっとすると社長、すぐ駅や港に手配した方がいいんじゃないでしょうか。まあ、やっぱり心配した通りですね。事件にならなきゃいいんですけど。憶測はやめなさい。あんまり騒ぐと帰ってみんなを刺激する。手分けして探しなさい。はい。じゃあ荒木たちはその連中と一緒に行ったのか。ええ、俺も誘われたんだけど、確か浜倉組とか言ってました。浜倉組？ええ。末広さん、じゃあ浜倉組へ。土作戦紛れて逃げたなんて思われたら気得悪いからな。俺も行きます。お前はな、帰った班長にちょっと遅くなるとそう言っておいてくれ。いいな。
3匹事務所に掘り込んできました。よっくり印はホワイトホースだけど中身大丈夫だろうな。お前まことちゃん本当に飲ませてもらっていいのけ。おグッドイキッチ本当か。社長のようです。みんなんよく来てくれたな。おいうちの社長や。まあ遠慮なくやってくれ。さあどんどんほんならこれでやらせてもらっていいか。いいともいいともおめえたち先にその汚い服脱いだらどうだ。着替えが用意してあるぜ。おかわりあるのけ。ガスガスすんねいくらでもあるだろお前。末広荒木班長どこ行ったんだ。末広さんからことづけよ。末広も一緒か。はい。またまたするな。早く早く死ねよ。何してんだよ。いつまで飲んでんだよ。悪いぞ。くせえな。ジグロ、おめえらさんにも奴らの囚人服を着て叩き強盗できるだけ暴れてきな。ただし顔だけ見られぬようにしろよ。明日の新聞の見出しがいいもんですね。おい早く着替えろよ。おかわり持ってこいよ。着替えたらいくらでも伸ばしておくから。ジュニアから模様つくのやつな。分かったよ。やらよ。おお、なんだお前らここにいたのか。おかわり。なんでこの野郎てめえらの来るとじゃねえよ。おいなあ、離せよ。待てよ。おめえさんも長いことシャバッケとは縁が切れてるんだろ。どうで一杯やらねえか。あいにく俺は酒飲まねえんですよ。おうかい。じゃあこれどうで。結構ですね。お願いします。いいやつ。あいて今晩遠慮します。おい帰ろ。冗談言うなおめえ。ミスキーもう一本くれるって言うぞおめえ。絶対帰れ。バカ野郎、お前それで無線に合わせる気あんのか。見てみろよ、ここの人たちはおめえたちの服着て何かやらかそうとしてんだと。おい俺たちが着るよりお前着こなしがうめえがよう似合うぞ。おい何言ってやんだこの野郎。あ？あの服着てお前事件起こされてみろ。おめえたちのせいなんだと。え？いいのかそれで。こんなんあるけよ、あの罪を俺たちにお前。決まってんじゃねえか。しあんなもん頭へ来ちゃったお前。ちょっとこの野郎てめえ。けやせこの野郎。こいつを脱げ。何をさらさとにも。あたこの野郎。この野郎。見ねえ。おい。てめえたち素直に帰れると思ってるのか。ああ帰るよ。この野郎。おおこの野郎。この野郎。いや、すみません。先に帰れ。あんた置いて帰れるか俺が。そうとも。返すもんか。なのか、やめろ。兄貴。カワジ。おもちゃしまっとけ。おやぶ。いいな、しびれてまなおい。どうしようってんです、こんな連中引っ張り込んで。いきさつは分かりませんが、どうしてあっしに一言声をかけてくれなかったんです。あっしは組のためならどんなことでも。兄貴、親分に親分のお考えが。おめえは黙ってろ。親分、この場はあっしに免じてこの連中を消してやっちゃいただけませんか。お願いします。お願いしとるんや、話の分からん親分だな。まあ、うっせえ。で親分の悪口やると承知ねえぞ。どっちだあんた。カジ、おめえの言う通りにしてやろう。ああすいません親分。行けるよ。おめえどうすんだ。ああこのままとにかく俺に任せとけ。ああ、はい、行け。行こう。まあ一本飲めたな。まあすぐ帰る。待ってんじゃねえ。どうだ一杯、久しぶりだろう。いえ、あっしは親分、おふくろのことですが。ああおふくろさんはちゃんと病院に入れてあるよ。
もうすぐ仮釈ですからそれまでよろしくお願いします。心配するな、任しとけ。それじゃあ。おやぶ、どうしてあっさり。兄貴も兄貴だ、肝心なところで余計な口橋突っ込んで。母ちゃんいい男だよ。おめえも見かけによらずいいとこあんな。見直したか。お世辞だよバカ、この野郎。これはもういくら待っても無駄なようですな。警察へ届けますか。まあ仕方がないだろうな。おい、何デレレしてるんだよ。岸間さん、帰ってきたようです。母さん。社長、帰ってきましたよ。おい、心配したぞ。遅くなってすみません。よかったよかった。末広、今日のお前の活躍は抜群だった。おかげで皆さんが見直してくれたよ。俺だってよ、お前ものすごいお前ほのほのなんかうちの中入ったら川屋さんにまんじゅうが二つお前焦げて寝やっとるがお前。分かった分かった。それお前叩いて消した。みんなご苦労だった。いいって気にするなお前。だが火事の後で取った行動は良くない。反省してほしい。反省しろ。俺たちこうやって帰ってきてんじゃねえか。帰ってきたことを褒めろとでも言うのか。じゃあ何か。あんた俺たちが帰ってこなくてもよかったのか。あんた俺たちに面かられるの一番ビビってんじゃねえか。あんたの金も名誉も俺たちが面かったら何もかもパーだろ。あんた今腹の中で両手足で俺たち拝んでんだろ。そうだろ、図星だろ。末広、末広、いい加減にせんか。社長さん、おめさんこそ反省しろよな。反省。廊下の隅で立っとるよおめ。真面目に言ってたわ。真面目だぞ俺ら。お母さんが火事の時のお礼に来られたんだ。お礼に伺うのが遅くなって本当に申し訳ありません。その節は本当にありがとうございました。おじさん、今三振したでしょ。かっこ悪い。見せたのかい。じいちゃん、このおじちゃんよ、お礼言いなさい。おじさん、ありがとう。礼なんてとんでもねえ。あの時だったら誰でもやりますよ。あいつも一緒だったんですよ。僕、なんて名前？森川新一。へえ、それで新ちゃんか。おじちゃん、一発ホームラン打ってよ、ね、おじちゃん。よし、打ってやから見てな。そんな調子いいこと言って本当に打てるの？すみません、父親がいないもんですからすぐに甘えちゃって。いいとこだったな今のは。
しまった。ちょっと買ってくれ。お前今打って三振食ったんだか。お前じゃあ順番が俺だろ今度は。お前なんだこんなのしつこいな。お前お前おかみさんちょっとお前松林でも行ってこいお前。おっ、やってかいやってかい。ホームランだ、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 バーサーチュラスイッチ。なんと申しましてもただいまの八百長ホームランでございまして。バカ野郎、あれが本当のホームランじゃん。ダンスを取るな。はい、おっしゃ、すごいな。よし、おい、お前本当にお父ちゃんいないの。どうだおい、本当に打ったろ。うん。さようなら。おじちゃん、さようなら。さようなら。おい、なかなか別品じゃねえか。お前まさか惚れたんじゃねえだろうな。ぶっ飛ばすこの野郎。そう向きになるとこ見ると惚れたな。なんだ発見みたいなこと言い合って。そりゃそうとよ、さっき俺が打った球、あれ俺に花も出したんじゃねえだろうな。おい本当のこと言えよ、やっぱりそうか。こんな野郎いい格好しやがって。おいみんなすぐ寮へ集合してくれ。おい、カラカラ、おい、両親集合しろ。売店の品物と金券を照合したところ、品物が不足している。つまり、誰か盗んだ者がいるんだ。私も今、寮長からこの事実を聞いて、甚だ残念に思ってる。私はみんなを信頼して売店を設けた。運営もみんなに任せた。しかし、こういう事件が起きた以上、問題をこのままにすることはできない。身に覚えのある者は名乗り出てほしい。そんなありこすのはいいのかよ。だろう、来ろよ、来てた。そのこと考えろよ、みんな。さあ、出てくるんだ。おい、やったぜ、男らしい前に出るんだよ、こら。おい、誰かおるんだろ、お前。出てったら、お前。ギャーギャー、うるさいよ。おい。では、仕方がない。売店はただいま限り閉鎖することになるが。そんな拙者な、困りますよ。あの美顔クリームは買えなくなっちまいますから。ほんだら鏡見てくるもの言え。何言うの。おい、誰かいい加減入ったれよ。誰が言ったんじゃい。わしら全部待ってるのか、こら。誰が待ってるのか、こら。いい加減せよ、こら。誰や。おい、やったの俺です。あ、俺がやったんです。セイロ、お前意外なこと言うなよ。てめえこそでたらめえな、この野郎。なんだと。いち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 いかこしやがって、この野郎。何さらいんだよ。やめんか。いや、確かに俺がやったんです。やった張本人が言っとんのが間違いないです。俺です。末広、カージ、二人とももういい。お前たちの気持ちはよく分かった。売店は今まで通り続けることにする。ただし盗んだものは末広と川路のこの友情を忘れないでほしい。よ、忘れせんぞ。忘れてかんよ。ああ、分かっとれ。すいません、すいません。僕が盗んだんです。勘弁してください。どうぶん殴ってください。よし。てめえ、本当に。おい、セイロ、こうやって謝ってんだ。勘弁してやれよ。真面目にやれよ、この野郎。はい。え？いいか、みんなには知らん顔してろ。すいません。どうやらおめえとは馬が合いそうだな。調子に乗んなこの野郎。なぜ、セイロ、
俺はいつもおめえの半目に回ってるようだが、これには訳があるんだ。俺は一日も早く仮釈をもらってよ、病気のおふくろのところに帰ってやれてんだ。おめえんとこおふくろさん病気だったのか。ああ、この一年ずっと寝たっきりでな、親分が面倒を見てくれてんだが、もうあんまり長くは。せめて息のあるうちに一晩でもいい、付きっきりで看病してやれて。今おふくろに死なれたら俺は一生何もしてやらねえんだ。当たり前じゃねえか。俺たちに至り寄ったりだよ。じゃあおめえも。俺はおふくろの死に目にも会えなかった。今になって考えてみりゃ、病気でも肩でも何でもいい、何でもいいから生きててもらいたかったよ。そこ行きゃお前まだ間に合うんだよ。一日も早くおふくろさんのそば行ってやれよ。ついでに俺の分までお祝いしてくれ。こいつ泣かせるんじゃねえや。おふくろさんとこ寄ってきたよ。おふくろどんな具合でした。今日はバカに元気だった。おめえにくれぐれも心配しねえようにってそう言ってたぜ。そうですか。まあ座んない。いろいろお世話かけてすいません。なに当たり前だ。組が縄張りを広げることはできたのはみんなおめえのおかげじゃねえか。長い間苦労させてすまねえと思ってるよ。親分。ところでな、実はおめえに折り入って頼みやんだ。わしに何です。おめえに囚人たちを先導してこん中を引っかき回してもらいてんだ。この塀のねえ刑務所で下手売りは田島の信用はなくなる。そいつはどういうことなんです。このドックをぶっ潰す。このドックを。訳は聞かねえでくれ。組の所帯が大きくなったおかげで何かと物入りが多くてな。大山、あっしはあと5ヶ月で仮釈なんですよ。おめえに頼むよるほか手がねえんだ。やってくれんな。親分。カージ、おふくろさんのことは心配すんな。俺に任しとけ。頼むぜ。よう、だいぶご無沙汰してんじゃねえか。たまには遊び行きなよ。話してることもあるからな。あ、おい、そんなまずい酒が食えるかよ。俺たちはな、食うだけが楽しみなんだ。そうだろ、みんな。おい、どうしたんだよ。このドックじゃないかい。儲けるだけ儲けるくせしやがって、こんなまずいもんしか食わせないのかよ。カージ、なんてこと言うんだ。おう、てめえらが俺たちのシャラタイポッポ入れて迷惑やってんだろ。カージ、お前気でも狂ったのか。何なんだよ、気なんか狂っちゃいねえや。俺ら本当のこと言ってんだよ。カージ、お前がそういう態度取るんだったらこっちにも考えられるぞ。そりゃそうだ。カージの言うとるだよ。こんな真面目じゃ食えるか。末広、貴様なんだこの野郎。じゃあ、てめえ食ってみろ。食えるんだな。見とれよ。もっと食わせよ、食わせよ、お前。
室で反省しろ。やめるか、やめるか。カジ、訳聞かせるわけ。夕方浜倉面会に来たけど、お前あの野郎なんか含まれたんじゃねえか。そうだろ、あんだけお風呂さんに会いたかったお前だ。こんなバカなものにしでかすわけやねえじゃねえか。本当のこと言えよ、本当のこと。お前未熟せえぞ。おい清郎、お前どんなことしたってお風呂さんに会わなきゃいけねえよ。清郎、おめえのような一匹狼には分からねえだろうが、俺たちの世界じゃ口じゃ言えねえ重いもんがあるんだよ。バカ野郎、お前そんなことしてお風呂さん死んじゃったらどうすんだよ。お前はともかくお風呂さんのことだけ考えてればいいの。末広、生きがんなよ。どうだ先生、もう十分反省しましたから。田島社長様、担当官の皆様、私はドックでお世話になりました山田正夫の母でございます。とてもとても私どもの手に負えなかった極道門のせがれをよく真人間にしてくださいました。せがれが今日初めての月給袋を持ってまいりました。早速小仏壇にお供えして、せがれと四国の方を向いて両手を合わせてお礼を言わせていただきました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。水が入るんだ、真面目にやらんか。カージ、こっち来てやらんか。さあさあ、さあみんな、今はもう最後だ、頑張ってくれ。いやいや、どうだろう、よう分かるだろう。ああ、お前お前、出たつくれ。これだこれだ、父ちゃんのためなら、やこだ。よっしゃ、どっこい。よっしゃ、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 ほら、さあ叩いて。おい、もういいよ。立て、立て。あ、社長、カジ何やうまいことやっとりますし。それにこの間暴れ込んだやつまでうまく抱き込んでましたね。どうだい、こういうことにかけちゃカジの右に出るものはいねえぜ。これがここ3ヶ月の製造成績です。ご覧の通り、囚人たちが来てから下降線をたどる一方です。私どもの方はですね、今度新規に採用を決定していた行員たちが採用を取り消してほしいと断ってきております。行員もどんどん減る一方ですよ。奴らの策略もさることながら、囚人たちの悪影響も認めざるを得ないでしょう。社長、私は全く自信が持てません。今まで真面目に働いてた連中も新入りのペースに巻き込まれて、このままじゃ作業は遅れるばかりで、とても完成の期日に間に合いそうもないんです。事の始まりは全て清廣なんですよ。みんなの見せしめのためにも、思い切って清廣を本館に収容したらどうでしょう。これしか解決はないと思うんですがね。バカなことを言っちゃいかん。そんなことで彼らが真に更生できるわけがない。私は信念を持っている。私たちが誠意を持ってやれば、彼らもきっと分かってくれるはずだ。社長の気持ちはよくわかります。ですけど、彼らの曲がった精神を直すのには誠意だけじゃ無理なんです。
産業を放棄しました。何だって社長。おい、社長さん直々のお出迎えで。みんなに言い分があるなら私が聞こう。そこがあるなら遠慮なく言ってもらいたい。俺たちはね、あんたの飼い犬になるのは嫌なんだよ。飼い犬？どうじゃねえか。今ここで俺たち飼い慣らしてみろよ。世間じゃあんたのこと神様みたいに言うだろ。いいことしてるよね、あんた。ワイラでな、打っていずれは大義士に打って出よっちのちゃうかい。おう。あ、そうだそうだ。船で儲けての一石二鳥十五鳥。いや、だがな、そんな綺麗事で釣られるようなダバージじゃねえんだ俺たちは。あんまり甘く見ねえでくれよな。末広、私は今まで人を殴ったことはない。殴られることも殴ることも嫌いだからだ。だが私は今。お、なんで俺殴ろうってのか。上等じゃねえか、やってくれ。末広、やれよ。どうしたんだよ。え、すまん、ついカッとなって。私はお前を殴る資格なんかないんだ。今になって白状するんだが、あの火事のあった日、末広、お前たちが夜遅く帰ってきた日だ。私はてっきりお前たちが逃げたと思った。本当にそう思ったんだ。口先じゃ綺麗事を並べてる私が、お前たちを信じることすらできなかったのかと思うと、そんな私が嫌で嫌でたまらなかった。こんな人を信じることもできない不純な私、誰がついてくる。お前たちが私を信用できないのも無理のない話だ。今まで胸に仕えていたものを吐き出してスッとした。許してくれ。出ちゃった。はあ、これ辛抱たまらんな。あ、くさいくさい。ほら、この間のこれお前やろ。冗談じゃない、俺ちゃんと買ったんだよ。おまけ。ああ、せらけ詰まったな、これ。お、領長はん、荷物まとめて夜逃げだっか。まだ、お前たちにほとんど挨拶来たよ。社長にも辞表出してきたんだ。辞表。領長はん辞めはるらしい。そらそら、もうちょっとお付き合いしてもらいたかったのにな。次は社長の番か。なんだこの野郎。社長の代わりに俺が殴ったんだ。何？社長に殴られる覚えねえやこの野郎。お前はなぜ社長の気持ちがわからないんだ。俺はもう社長とは何の関係もないから本当のことが言える。社長は近い将来この寮を鉄筋の近代的なビルにしようとなすってるんだ。それも資材を投げ打ってだ。そればかりじゃないんだ。お前ら社長が川地のお母さんを病院に入院させて面倒を見ておられることは知らんだろ。いい加減なこと言うな。僕ら親分が。じゃあ私立病院の38号室行ってみろ。そこでお母さんがお前の出てくるのをひたすら待ってる。それももう2ヶ月にもなるよ。本当かそら。てめえデタラメで承知ねえぞこの野郎。なんで俺が嘘を言わなきゃならんのだ。鎌倉な、お母さんの面倒を見ないばかりだ。お母さんを入院させようとした社長から金まで落とし取ってるんだよ。
こんなろくでなしのために社長が一生懸命になっておられるのかと思うと腹の中が煮えくり返るよ。旅長、ちょっと待ってくれ。なんだ、ちょっと来てくれ。おい、どこ行くんだ。おい、あ、この雨だ、気をつけろ。はい。社長、なんだ今頃。社長、どうかあれをぶん殴ってください。一体どうしたんだ。これで思い切りガーンってやってください。社長、末広、お前、社長、俺はバカでした。どうしようもねえバカ野郎でした。末広、もういいんだよ。社長、社長、お袋のことを聞きました。ありがとうございました。早く良くなるといいがね。はい。社長、それから寮長を辞めさせないでください。香川君が辞める、本当かね。あ、さっき社長に辞表を。おお、あれは辞表だったのか。普通に忙しかったもんだからまだ見てなかった。返していただけませんか。喜んで。すいません。おい、そこでぼやっとしてんの。そのペイントこっちへ持ってこい。誰に言ってんだこの野郎。真面目にやれ。早くしろ。長生きなさい、あいつ。頼むよ。19名以上ありません。みんな本当にご苦労だった。今夜は一つゆっくり休んでもらいたい。末広、はい、面会だ。面会？俺に？間違いじゃないですか。いや、間違いじゃない。おい、網走のラーメン屋の姉ちゃんちゃうんかい。休みおけんの。やめましい。おじさん、こんにちは。いや、俺に面会だったから誰かと思って。しんちゃん、よくするだな。本当に良きするかな。おじさん、これあげる。なんだこれ。おじさんの顔。おじさんの顔。うん。へえ。しんちゃん描いたの。うん。これがおじさんの顔か。うまいな。うん。おじさん、お祭り連れるって。お祭り。
いや、おいちゃんちょっと忙しいんだよ。お母ちゃんと行きなよ。やだ、いかだ車しなきゃ。おみこし見えないもん。しんちゃん、おねだりしちゃダメよ。おじちゃんはね、しんちゃんの誕生日がもう一回来たら、きっとお祭り連れてってくれるわ。おじちゃんとしんちゃんとお母さんと一緒にお祭り行けるのよ。ほんと？おじちゃん。いえ、私はおふくろとも親父とも祭りなんか行ったことないんで、つい変な気になっちまって。おじちゃん、約束してくれる？よし。指切り玄満、嘘ついたら針千本のマス。お母ちゃんともしてくれる？うん。年間ぐらいあるんだよ。メカって歩かないセニョリータ、それともババリータ。いやいや、あの火事の時の御家さんか。おい、御家さんだなんだこの野郎。あほ、お前のこと言うね。そんな怒ることなかろもん。お前も、もう一遍そんな失礼なこと言ってみろ。ぶっ殺す本当に。あかあか、顔の皮が緩んどるがい。そうか。うん。マジ、おめえとこの親方大丈夫かい。黙ってるような玉じゃねえだろ。俺が親分に会って直に話せば分かってくれるはずだ。ならいいけどな。おめえ漫画人がいいからな。カージの兄貴も兄貴だ。親分、もう兄貴は当てにはできませんぜ。あの野郎もだいぶむしゃぼけしてやがんな。焼きでも入れますか。しかしあいつも俺が黒だと言ってることを白と言い張る気はねえだろ。社長、お客さん出せ。店の方へ案内しちゃうき。はい。ああ、ようこそ。まあまあ、たまにはこういうとこで赤を落とすのもいいもんだぜ。いらっしゃいませ。気に入ったのがいたら世話するぜ。俺たちが何しに来たのか分かってんだろうな。誰か来ると思ったよ。親分の顔潰してそれでいいのかよ。俺にも言い分があるぜ。まあ、なんかおめえも分かったろ。何のことだか見当がつかねえ。
とにかく親分の腹の中煮えくり返ってる。兄貴にこの落とし前をつけてもらいに来たんだよ。親分がそう言ったのか。兄貴、黒いを白いと逆らったのは兄貴じゃねえのかい。待てんじゃねえ。どけ。どかねえか。こいつを持って帰れ。いずれ親分に会ってこの落とし前をつけるってな。ちょっと待って川路。邪魔しないでくれ。こうしなくちゃ俺の筋が立たねえんだ。筋？それほど尽くさなきゃならねえ親分か。おふくろさん泣くぜ。おう。世話ばいい加減にしてくれよ。何？てめえらそんなに土産が欲しいのか。欲しいんだったら俺の取ってけ。一本か二本か。これからだっか。すみろ。お前黙っててくれ。これが俺たちヤクザの筋道なんだ。バカ野郎。そんじゃてめえらおふくろさんどうなってもいいのか。末広。おい、こら！何をごちゃごちゃ抜かしとんじゃい！末広カズ、何してんだ！お前たちは何だ！面会っちゃ、兄貴、先生、祈っちゃ。いずれ日を改めて。さあ、二人とも作業場へ戻ろう。はい。話が違うぜ。うまいこと生きよったっちゃ。おう。流れもやとったんだろう。俺たちは何も知らねえよ。
刺しでもどこでも行ってろじゃねえか。この野郎ぶち殺されちゃうから。待て待て、いやんじゃねえこの野郎。哲夫、なんで死んだんや。お前、今朝浜那須の根がついたいてあんな喜んどったやないか。俺たちにあの花の巣をさせようちゅう気か。お前は宮田、哲夫、末広、俺に仮釈がおるたよ。仮釈？ああ、こんな時にすまねえが、お袋の具合が良くないらしいんで、社長さんが特に計らってくださったんだ。そうか。じゃあお袋さんのとこへ。ああ。あと頼むぜ。あ、川路。明日の祭りには寮でも赤飯を炊く。よかったら今回ね。川路、社長もおっしゃったんだ。必ず来いよな。ああ。それじゃ。
進むかい。おふくろさん。俺の車よく分かったね。社長さんが知らせてくださったんだよ。そうだったのか。さっきからお前が来るかもう来るかと足音ばっかり気になってね。ねえ、これからずっと一緒に暮らせるんだろう。ああ、暮らせると思う。本当に社長さんには何から何まで親切にしていただいて。社長さんのご恩は決して忘れないよ。それより元気そうなので安心したよ。気が張ってたせいか疲れたよ。じゃあ一寝入りするといいよ。おふくろさん。社長さん、進むがこんなもの。これからは二人で一緒に暮らせると喜んでいたのに。社長さん、進むはどこ行ったんでしょう。ね、川路は何か言っていきませんでしたか。ああ、お母さんのことよろしく頼むって。おめえの口からそんな言葉を聞くとは思わなかったぜ。親分、田島ドックはいわば仇の会社なんです。俺たちが手出しするのは筋違いじゃ。なあ川路、俺の立場にもなってみろ。もう綺麗事じゃ飯の食えねえ時代なんだよ。お言葉ですが親分、時代がどう変わろうとヤクザにはヤクザの筋道ってものがあるはず。おい、親の俺に立てつくのが筋道か。親分、お願いです。ドックには手を出さないでほしいんです。やめろ、くどいぞ。それよりな川路、今夜ドックはお釈迦になるぜ。何ですって。今夜脅しじゃなく船の土手っ腹にダイナマイトをぶち込んでやる。親分、なんてこと。それだけは親分。俺がそんな真似させねえ。川路、てめえ。あんたって人は俺は殺されてもいい。その代わりドックにだけは手を出してもらいたくねえんだ。ふざけや
んかって、この野郎名前バカ野郎ちょどけるんじゃないよ、来るんじゃないよ、カワジお前やっぱりここに船長田島さん、ちょうどいいところへ来てくれたぜ。ここあんたら来るとこじゃねえ、早く出てってくれ。バカを言うな、私はお前を迎えに来たんだ。田島さん、取引しようじゃないか。取引？あんたがドックを投げ出すんならカージをくれてやってもいいぜ。よう、こんなことでビクついてちゃ慈善家の名前が廃るぜ。社長、それでね、俺なんかに構わねえぜ、早く帰ってくれ。どうなんだよ、たとえどんなことがあっても毒と精神料は渡さん。社長、川路、わしはここからお前を助け出すことができんが、見殺しにはせん、わしも一緒に。社長、さあ行けねえよ。俺なんか殺さとってんな。社長、帰ってくれ、帰ってくれ。わし、もうすぐですよ。社長死んだらてめえぶっ殺すぞ。ねえ先生、早く手当てよ。兄貴、班長が呼んでる。兄貴、カワジ、どうしたんだカワジ。末広、浜倉組が今夜ドックに大
ダイナマイト。ダイナマイト？セイロ。毒を頼むぜ。カジ、班長。カジ、班長、兄さん。カジさん。班長。カジさん。班長。カジ。カジさん。班長。出てくれて。ちょっと開けてください。動け。足元だよ。はい。先生、早く。さあ、ちょっと待って。これで派手に仕返しだ。しっかりやってくれよ。浜倉。てめえ、ぶち殺してやる。やっちまえ。Thank you.
死ねえ、こじき野郎。Oh.